勝第2試合は、不安視された素手での投球をものともせず立ち上がってきた絶対女王松永ひろみが登場。対するは勢いに乗る縄脇と小泉夏実。最後の1投まで見逃せない三つどもえの大激戦となったこのゲーム、決勝進出メンバーは果たして誰になるのか。3大会を1シーズンとし、そのシーズンの成績上位3名でチャンピオン決定戦を行い、シーズン女王が決まります。上位3名を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。そしてシーズン女王に贈られるのは賞金100万円。ポイントランキング1位の小林と2位の大石はチャンピオン決定戦出場が確定。残り1枠を姫路、縄、小泉で争う。今大会も18名のトーナメント戦。1回戦は6つのグループを各3名で戦い、トップが勝ち上がり、賞金300万円が贈られます。準決勝第1試合は小林が2大会ぶりの決勝進出。スコア196の森がワイルドカード候補となった。続いては準決勝第2試合、戦うのはこの3名。サイレントビューティー、縄亜希。今大会1回戦。今週は準決勝第2試合、丸山隆プロとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小泉夏実、そして縄亜希、松永ひろみの3選手。まあ優勝経験からいきますと、松永ひろみは13回をこの P リーグで勝ち上がって優勝を飾っています。そして縄亜希が2回、小泉夏実は3回という。小泉夏実の1投目、オープニングはちょっとスプリットスタートになります。縄亜希です。よっしゃ、ストライカー。おう、惜しい。もう少し厚めに1ミリの差ですね、はい、ピンが飛んでくれたらスプリットメイクできたんですが、テイクワンです。松永ひろみ、1フレー1投目、よーシュートスポッカー、完璧でしたね。松永は1回戦222というスコアでした。自身どうですか、満足いくスコアですかって、もう十分ですよって。私の平均 P リーグのアベレージ 222.9 ぐらいじゃないですかと、ちゃんとご自身はご存知でしたね。さすがですね、そうです、はい、小泉夏実、第2フレーム1投目、よーしストライカー。1回戦と同じボールを今使ってますよ ね、 そうですね。これが功を奏してくれればいいですが。さあ縄亜希です。縄も同じボールです。1回戦と第2フレーム、ストライカー。本当に武器を2つぐらい、なんか新しい武器を持ってきてくれましたよ。その2つってどういうところがあるんでしょう。まずボールのいわゆる球質が重くなりました。球質が重くなる、はい、いわゆる野球でいう軽いボール重いボールっていうのはよくピッチャーで言われますけども、ね、重いボールですのでピンがよく絡み飛ぶ形になりますね、うん、からリリースが非常に柔らかくなりました。繊細です。松永ひろみ、おっとこれもストライク。この後も激戦が続く。縄、小泉、松永の対戦となった準決勝第2試合は、縄と松永がダブルスタートの好調な滑り出し。ゲームは第3フレームへ。小泉夏実です。よっしゃストライカー。さ
最初のあのスプリットを払拭するかのように第2第3フレームできちんと小泉ワールドを構築してきました。面白い展開です。さあ先輩2人はストライクを2つ重ねて長秋第3フレーム3つ目になるかどうか。ちょっと熱い今のは前の投げ方ですか。ラッキーですね。こういうところがどうでしょう。結果ポジティブに考えるとやっぱりボールを握っている、まあ、手首も手のひらもそうですが柔らかく、はい、結果ミスショットでも、はい、リリースでそこはなんとかうまくいっちゃったんですね。柔らかさがそこをリカバーしたってところですよね、はいはいはい、そうですそうです。同じようなことも松永に言えます。メカデクターをつけてた時と同じような投げ方はしたくないんですけどもね。ならなければいいですが新しい投げ方になったかどうか。ちょっと熱かった今のは。ちょっと元に戻ってるほどの投げ方になりましたね。小泉夏実ちょっと熱い。ラッキーですね。ラッキーです。これはラッキーです。完全ラッキーです。準決勝の第1試合で小林愛美247のスコアで既に決勝の舞台に上がっていますが、ラッキーが重なっての247ですからというふうに彼女が言ってました。どうだどうだどうだ。完全に前の投げ方になっちゃいましたね。しちゃいけない方向へ向かってます。まあ、1回戦の時も縄明は昔の、ね、投げ方になってしまう瞬間は当然あって、ってそこを精神的にこうリミッターをかけるのはすごく難しいんですというふうに言ってましたね。そこのところがまあ一つの疑問にはなりますけど頑張ってほしいです。ボールを変えている松永です。ちょっと膨らませ、ピンマイクで拾った言葉ちょっと薄めに入っちゃったかなというふうに彼女は言ってましたが、今度抑えすぎました。こぼれ落ちました。これは珍しい。現在のワイルドカード森さなえがキープしている196というスコアです。小泉夏実どうだ。ここはストライク持ってきません。第5フレーム1投目9本です。さあ縄明です。どうだ。よっしゃストライク。長広美第4フレームまさかのオープンフレームミスショットがありました。迎えて第5フレーム松永広美どうだ。これはいいか。よっしゃストライク。ゲームはこの後大混戦。注目の準決勝第2試合第6フレームの小泉と縄は共にスペア。一方松永はダブルのチャンス。追い上げの一投となるか。松永ひろみこれはいい感じ。よっしゃストライカー完璧です。これでショート言わんばかり自信に満ち溢れて帰ってまいりました松永ひろみ。さあ小泉夏実も第2フレームから3つ重ねてストライクを持ってきたんですが9本スペア8本スペアで迎えて第7フレーム。しかも松永に追いかけられました。今同点です。大事な第7フレーム。よっしゃストライク。2人にワンマーク差に追いかけられているこれから投げる縄です。現在第1位、はい。さあ縄新しい縄の投球ができるかどうか。
これはいいんじゃないですか。いいですね。ちょっと角度が足らなかった。惜しかった。ここ見逃さないのが松永なんですが、ターキー目来るのでしょうか。ここで来たら大きい。第7フレーム、ミスです、ミスです。今のはボールがちょっと手前で落ちてしまったでしょうか。はい、しかも左側に落ちましたね。タイミングも悪かった、リリースも悪かった。まあ、松永もそうですが、メカテクターをつけていた選手はメカテクターによってリカバーされていたところが結構多くあって、はい、如実に今度ミスがそのまま出てしまうというところですね。ここは大事にいかなくてはいけません。正面からアップします。10フレームまでもつれ込むような展開になってますね。いい試合です。現在森早苗が持つ196というスコアがワイルドカード、暫定のスコアになります。小泉なすみ第8フレーム、今度は入射角をつけてボールを曲げてみたんですが、天ピンに届かず。さあここで第8フレーム、もう1回持ってくることができるかな。ワーキー、熱いか。ちょっと振りが大きくなってきましたね。気持ちが焦ってるんでしょうね。小泉なすみ中盤ピンをきちんとマークします。松永第8フレーム、出しすぎて戻す。珍しいですね、松永、はい、さっきこっちのフレームではドンピシャのストライクだったんですが、形としてもう一回そこを攻めないのか、もしくは攻めることができなかったのか。正面から。この後ついに三者譲らぬ熱戦の決着。準決勝第2試合は8筆まで終え、1人ノーミスの縄がトップ。それをワンマンされ小泉と松永が追う展開。ゲームは終盤第9フレーム。よっしゃ、で取った。森さなえもスコアを見ています。ミスがなければ3人ともそのハードルは超えていくペースで試合は進んでいます。縄の一投で重み部分がかかってきますね。第9フレーム、1位争いと2位争い両方が兼ねてます。お、熱いぞ、熱い、はい、ストライカー、新投球が出ました。もう本来の縄だったら絶対集めないですよ。あそこは全然あれですよね、行、はい、っちゃうんです、そのまま。すごいですね、はい、新しい武器を持っています。逆に松永、急げかないで頑張ってほしい。松永の第9フレーム、大事な大事な第9フレーム、丁寧に投げた。どうだ、きた、丁寧に投げた分うまくいった。まだわからない、2位争いもわからない、1位争いももちろん3人で争ってます。投げるのは小泉、縄、最後は松永の順番でどう結果がつくか。まずは小泉なすみから注目しましょう。10フレー1投目、綺麗に出した、戻ってこるか。おお、強いボール、強位つきましたよ。前半に比べるとちょっと思い切って少し外に出して戻しましたよね、はいはい、しかもボール自体の回転軸もちょっと寝かせましたね。鋭いテクニックです。さあ縄もここ10フレー1投目持ってこれるかどうか。いや
ここはピン同士が邪魔をした。なおスペアストライクで217になりますかね。松永狙いやすくなりました。全部松永持ってきて221、小泉は226。テンプレー2投目いい感じだ。いやー止まった。215止まりになります。スペアで215。松永1位もできますし2位も狙えます。ここは大事な7番ピン。今は次のカウント勝負。小泉夏実スペアで締めくって松永を待ちたい。215フィニッシュ。名は9本以上が必要です。216点以上になります。まあ名はの本来の投球であれば間違いないでしょう。はい、いけでしょう。うえーうそー、うえーうそー、そうなんだ。あそこで8本かというよりも8本で215並びかと。さあ松田が見てみましょう。テンフレ1投目した。よーしストライク。まず1個、もう1つ持ってこなければ松田が3位になります。9本ではダメ。さあ、あの雄たけびが自信を鼓舞し、次のストライクにつなげることができるかどうか。松永宏美のテンフレ2投目。出しすぎたぞ。スピードが抑えた分だけ来た。カウント。現在211点まで来ましたよね。ですから5点以上。さあまだ残っています。テンフレ3投目、これはいい。221の松永が決勝進出を決めた。そして縄と小泉がスコア215で同点のため、ワイルドカードを決める一等勝負ワンショットプレーオフが行われた。まずは先行の縄。どうだどうだ。ここに来て珍しい縄秋7本。これで小泉が勝ちますと姫路がシーズンチャンピオン決定戦に勝ち残る形での展開になりますが、どのような一投になりますでしょうか。小泉が8本倒せば勝利。ワンショットプレーオフ高校小泉夏実どうだ。よっしゃストライク。小泉夏実ワンショットプレーオフを制しました。そのまんま、そう、決勝の舞台に進出です。ありがとうございました。準決勝第2試合は松永が3大会ぶりの決勝進出、ワンショットプレーオフを制した小泉がワイルドカードを獲得した。縄が敗退、そして小泉は優勝しても11ポイント止まりとなり、この時点で姫路のチャンピオン決定戦出場が決まった。いやもう本当あのワンショットをちゃんと投げれない、アプローチつかかったのがマジ本当悔やまれる。はい、無念。はい、それだけ。立ち直れるかな。小川さんがまさかそこで8本やるとも、最後の勝負でも7本カウントやるとも思ってなくて、本当にラッキーです。シビアでしたね。はい、テンフレの2投目がすごいラッキーだったので、はい、あの皆さんのおかげだなと思いました。ありがとうございます。はい、皆さんがうわーって応援してくれるから倒れましたね。はい、Bリーガーたちの様々な魅力を徹底にパンチ。上徳良萌の Bリーガーファイル。今回のテーマは4度目のプロテストです。話してくれるのは熊本美和選手です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。1目のプロテストは合格できるように頑張ります。佳境を迎える P リーグシリーズ2022第2戦準決勝第3試合は、現在ポイントランキングトップ、連覇を目指す浅田里奈が登場。対するは小林芳美と渡辺欅。決勝へ向け残り一枠をかけた最後の戦い、果たして送られます。準決勝第2試合は安藤が5年ぶりの決勝進出を決めた。続いて準決勝第3試合を戦うのはこの3選手。クールな勝負師小林芳美、1回戦で姉の歩美に敗れるもワイルドカードで初戦突破。試合後にはまだ決勝戦で当たったことは1回もないので頑張りたいと思いますと、決勝での再戦を口にした芳美だったが、姉の歩美が準決勝敗退。初の決勝での姉妹対決は叶わなかった。姉はいなくなってしまって、決勝で当たるっていうことはなくなっちゃったんです。姉が上に上がってこう応援というか見てる側を今まで何回か味わってるので、ちょっと逆を見せられるように頑張りたいと思います。アクトレスストライカー渡辺欅、2大会ぶりに1回戦を勝ち上がった渡辺。続く準決勝、対戦相手は渡辺がよく知る視線の先には、浅田を茶化しにやってきた渡辺と小林芳美の姿が。ちょっとマジ真剣な話してるから。さっきぶっ潰しますとか言ってたでしょ。聞こえてるから。叩き潰したいと思います。2人ともぶっ潰しますとか言ってたら聞こえてるから。仲がいいですけど、はい、バチバチですけど、はい。決勝進出へ真剣勝負で共に勝つ。さあ、浅田里奈の2回連続優勝を阻むのは渡辺欅なのか、それとも小林芳美なのか、本当に見どころがたくさんであります。準決勝第3試合です。解説は矢野金太プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰がストップをかけるのか、突き抜けるのか。そうですね、渡辺欅プロもね、非常にいいボーリングしてましたしね、うん、小林芳美プロも姉妹対決敗れましたけれども、なかなかボーリングそのものは良かったですよね。1投目はちょっとアンラッキーでした。綺麗にジャストポケットだったんですが、浅田は E グループで226というスコア、折り返しのフレームあたりからボールを交換したことが非常に功を奏したと自身、彼女も言っていました。そうですね、ボールチェンジがうまくはまって、うん、ストライク。非常に内容のいいゲームでしたね、うん、スタート第1フレームはストライク浅田里奈です。渡辺欅きちんとマークします。準決勝第3試合、浅田里奈、渡辺欅、そして小林芳美3番手。小林も A グループ1回戦を戦ってきました。どうだ、どうだ、どうだ、今のは目視する限りは行ってほしかったような感じですが、まあ、あのかなり厚めで残るセブンピンだったんですけれどもね、はい、まあ、でも来ても良かったですけどね。おお、危ない危ない危ない。スペアをマークしました。さあ、ひとまず1投目それぞれ3選手が終わりました。ストライクを持ってきたのは浅田里奈のみですが、第2フレーム1投目渡辺欅です。ちょっと熱いか、ストライクか。渡辺欅の1回戦227 F グループで登場してきましたが、左側の17番レーンで最初に自分がやっぱりあのジャストポケットきちんとフォーカスができたのがやっぱり勝因に一つつながったし、対戦相手だった中野坂本がもう一つこう伸びなかったっていうところもね、うんうん、精神的にこう楽に戦えた部分もあったのかもしれないですけどね、はい、浅田里奈第2フレーム
右側のラインです。外に出した。あっと、これはちょっと薄め、ちょっと薄め。出雲さん、はい、先ほどストライクを取った渡辺欅ですが、はい、1回戦きちんと勝負どころでストライクを持ってこれたことが勝因でした、うん、中堅プロらしい相手をしっかり見てゲームを支配できたと思います。駆け引きすることが好きなので準決勝も頑張りたいですねと試合後話していました。曲がってこい。ストライク。今のラインはどうですか、山さん。そうですね、まあ、あのぐらいの方が、うんうん、安定して、ポケットヒットというか厚めにこう持ってきやすいラインだと思います。浅田は2投目マークしました。準決勝の第1試合が生明が227、実は決勝にそこで駒を進めました。2年ぶりの決勝、もし彼女が優勝するならばおよそ8年ぶりの優勝、はい、決勝メンバー面白いんですよね、うん、でこの第3試合で誰が行ってもね面白いんですよ。トーナメントとしては非常に見どころがある形になりますね。小林芳美とも事前で話ができましたけれども、いや私もそろそろ決勝とか優勝したいんですよと、はい、2位が最高なんですよね。でももう力的には当然優勝する力ありますし、うん、渡辺欅プロもね92戦だったかな、あの準決勝で288、はい、テンフレ自分の失投でパーフェクト逃して、そうでしたね。でその後決勝もね勝つチャンスがあったのが最後自分の失投で、うん、その決勝優勝チャンスをね集め逃してしまったという以来のね決勝進出になれば、またこれもね誰が言ってもね見どころ満載の決勝になるんですよね、うん、小林芳美です。第3フレームどうだ、薄いか、おっと危ない、5番ピンは倒れました。浅田は、まあ、まだ第3フレームですがトライしていくはずです。どうだ、いい感じだ、あーボールが左の方にはちょっと曲がっていかなかった、テイク2。いよいよ最後の決勝進出者が決まる。戦いの行方やいかに。浅田、小林芳美、渡辺の対戦となった準決勝第3試合、4フレの渡辺、渡辺欅、薄いここはターキーならずスペア。浅田はストライク、小林はスペアとし、ゲームは第5フレームへ。渡辺欅どうだ、外に出した、ストライク。18番レーンは非常にいいですね、うん、まあ、1フレームもね8番ピンが残ってしまいましたけれども、はい、内容は非常にいい、ストライクになっておかしくないラインだったので、うん、問題はこの次の左側、17番レーン ね、これ面白いですね。さあ注目の浅田里奈、どこに持ってくる、外から、ストライク。いやここは浅田の強さですね、はい、そうですね、やっぱり今充実していますね、全く引きずってない、はい、小林芳美第5フレーム、ここからちょっと薄い、小林はちょっとレーンコンディション左も右もちょっと自分の中ではまだきちんと精査できていない。どうだ、ここはきちんとマークします。渡辺欅第6フレーム1投目、ストライク。5フレ6フレでストライク、はい、大きなストライクでしたね、これ左側のレーン、そうですね、先ほど5本カウントだったところをね、上手にラインを微調整してストライク持ってきました、うん、浅田外、ストライク。ここはやっぱり見事でしたね、完璧なアジャストでしたね、
いやこの完璧なアジャスト見て渡辺もちょっと苦笑いでしたね。そうですね、すごいなすごいな、うん、という、まあ、この3人はね本当プライベートでは大の仲良しというふうにも聞いてますし、はい、まあ1点試合となるともちろんバトル戦いですから。さあこのラインです、どうだ。決勝進出へ流れをつかむ選手は誰だ。準決勝第3試合は6フレを終え渡辺がトップ、それを浅田小林が追う展開で第7フレーム、渡辺欅5フレ6フレストライク迎えて第7フレーム3つ目になるかどうか。どうだこっから持ってこい、よっしゃー。まあ、そうなんです、本人もやっぱり一発自分のラインが見出せると、はい、そこに正確無比に投げ込んでいくっていうのはそんなに私はこう、ね、難しいとは思わないっていうふうに言ってますから、状態が今いいので、うん、面白い戦いですよね。浅田もね1回戦もストライクをね持ってくるしかないという状況で点フレね、1投目2投目持ってきましたから ね、 ね第7フレーム1投目、さあいい感じだ、どうだストライク。もう相手にちょっと苦笑い、うん、いや意外とねあの楽しいんですよ、うん、勝負を楽しめてるんですよ ね、 そうね、うん、これだから準決勝のね勝ち上がった縄さんも言ってましたけれども、はい、自分がやっぱり一番目に投げるときに、うん、やっぱりピンを残すとかスプリットは絶対やばいと、はい、倒れないか、ここはちょっとそうですね、ついていきたかったですね、ここ倒してね、まあ、ですから3人の中で1投目に投じる投げるやっぱり P リーガーはそれなりに自分の重責とあとは次に続く人にやっぱりいいタスキをつないでいきたいというのはありますからね、はい、小林はきちんと回していきます。さあこの段階で渡辺欅がリードしていますね。矢野さん、追いかける浅田その差9ピン、そうですね、ですか、9ピン差です、はい、第8フレーム渡辺欅ちょっと出過ぎたかな、たよく戻りました、ボールがリターンしてきた、はい、そうですね、まあ自信というか引きの強さというか、まあ、一応こういいラインを使っているというところですよね。さあそのストライクを見て浅田が第8フレーム、ここで来れば5つ目、さあどうだ、ん外だぞこれは、そうなるよな、ちょっと今手首の返りがどうですか、はい、そうですね、今は本人の中でもちょっとボールがこぼれて右に出ていったという形ですね。小林芳美第8フレーム、これは小林芳美はあれですね、はい、少しラインが見づらくなってきている状況になってきましたね。これは浅田はちょっと嫌な2本が残っています、はい、後ろのピンが、ね、ありますから、どうだ、おこの2本も見てる側も本当にこう緊張する一投です。小林芳美の第8フレーム2投目です。この後最後の決勝進出者が決まる、緊張感高まる準決勝第3試合、ここまでトップを走る渡辺の5連続ストライクがかかった第9フレーム、どうだ外、どうだ、でもよく戻りましたね今、いや今もう完全に落としましたから ね、9本カウントで良かったと思います。今のボールはよく戻った、リリースでボールが離れた瞬間にあっという声だったんですが、はい、これでほか、ね、はい、ワンチャンス、浅田が全てストライクを持ってくると234まであります、はい、はい、渡辺欅プロね、テンフレストライクを重ねられなかったらやはり同じようなスコアになるわけですね、うん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 、となるとこれが一番ホットでターニングポイント、はい、第9フレーム浅田里奈持ってこないとちょっと危うい、どうだ、
ここから戻りか出しました。ストライク。いやー、1回戦でもねこういう状況で全部ね持ってきてというか、うん、まあ手振れ3投目はね残しましたけど、素晴らしい戦いを繰り広げています。第9フレーム2投目になります。渡辺明、ここはきちんとスペアをマークします。小林芳美的にはね、はい、もうちょっと自分のボーリングをしたかったんですが、ここはどうだ。惜しいですね。ここも10本までは届かない。小林芳美9フレ2投目、すごい速いスピードで2投目を投げる。ここはマークです。さあ10フレ勝負、ここで矢野さんに改めて伺いましょう、はい、まずここでストライクスペアだったら234、そうした場合浅田が全てストライクを持ってきて234になります。ここでよもやストライクじゃない、はい、9本になった場合に、はい、まあ、233という可能性になると、あの浅田の投球次第ということなんですよね、はい、逆に言うと渡辺はストライク2つ重ねることで、うん、自分の力で勝ちを決めることができます。なるほど。さあ注目のテンフライ1投目は渡辺圭明、いい感じだ。綺麗にラインを取りました。いやー、いやこれは見事のやっぱり見事ですね。5フレームあたり、はい、まあ、その伏線は2フレ3フレにはあったんですけど、やっぱり5フレームからのこのストライク、うん、ね、すごいこう緊迫してるけど楽しそうですよね。浅田もテンフレ1投目はマストのストライクが来なくてはいけない。ディフェンディングチャンピオン、どうだどうだ。ここは狙ったけれども、しっかりね投げたんですけれども、ちょっと戻りが甘かったですね。いやー、これ決勝が縄安藤渡辺圭明の決勝ですね。ねえ、渡辺圭明テンフレ2投目どうだ。ちょっとここは薄い。2大会連続 V をね逃して悔しいでしょうね。浅田無念。7番ピンをワークします。まあそれを考えると、またこれ足らればですが、浅田の場合は第8フレームの8本、そうですね、まあ、その前でいうと、はい、やっぱり第3フレームのスプリットということになりますけど、まあ、そうなるとやっぱり渡辺より先にストライクが途切れてしまったというところでしょうね。浅田にしてみたらね、234フィニッシュ渡辺圭明。浅田リナ外に出した、はい、ナイスボールです。あ、惜しい、うん、9本。小林芳美のテンフレ1投目から3つ持ってきてね、200人のスタイルですね、うん、ちょっと熱いか、熱い熱い熱い。まあ小林芳美は終始左側のレーンはね、あそこのラインにこだわって、ね、はい、ずっと投げ続けましたが、どうしてもオイルとのマッチングがうまくコントロールできそう。おっと、惜しい。最後はテイクワンで終わりました。決勝の舞台は長秋安藤ひとみ、そして渡辺圭明参戦手となります。渡辺が4大会ぶりに準決勝突破。決勝戦は長安藤渡辺の3選手による戦いとなった。この結果ポイントを6に伸ばした渡辺が5位へ浮上、そしてランキングトップの浅田は15ポイントで今大会を終えた。なんか一人だけ蚊帳の外で
ちょっと、まあ、まだワンチャンある、ワンチャンあると思いながらゲーム展開こう他の2人にも見ながらいたんですけど、いまいちでした。やられた、ボコボコにしてやるって言われた、本当にボコボコにされた。まあでもしょうがないですね、自分もあの1回嫉妬してるんで柔らかく投げようと思っていたのにちょっと投げ急ぎましたね。チャンスがあっただけに悔しいです、めちゃくちゃ悔しい。カウントをオールロスしたら負けるっていうのもテンフレ分かってたので、まあ何が何でもリードしてるとしてもなんか追い込まれてるような気持ちになりました。だから絶対ストライク持ってこなきゃと思って、まあ、持ってこれたので、決勝戦はこれで2回目になるので次こそ優勝目指す。クライマックス迫る P リーグ第9シーズン第2戦、準決勝第2試合は優勝9回強豪の姫路うらら、4大会連続の初戦突破鶴井アナミ、2大会ぶりの決勝進出を狙う安藤瞳の対戦。1回戦をハイレベルな内容で勝ち上がったこの3名、決勝行きをかけた一戦を制すのは、そして長谷川雅美を含めたワイルドカードの行方は。最終戦を前にどう変動するのか。準決勝第1試合は小池が見たプレスサンスポー鶴井アナミ、今大会1回戦254のハイスコアで4大会連続の初戦突破と今 P リーグで最も強い選手の一人鶴井、現在ポイントランク4位、3シーズン連続のチャンピオン決定戦出場のためにゼガヒでもポイントを重ねたい。またシーズンチャンピオンに出たいので、あのなるべくたくさんポイントを取りたいです。気迫のボーリングゲーム、ヒメジウララ、 P リーグ優勝9回の強豪ヒメジ、ここのところ勝負どころでのミスが響き勝利を逃す試合が続いていたのだが、近年まれに見るいいゲームで、あの自分ではすっごい嬉しかったですという今大会1回戦はノーミス、そして236のハイスコアでの勝ち上がり。さっきのゲーム良かったイメージをまだありますから、さっきと同じようにもしくはそれ以上のゲームを期待しています。今シーズンは悔しいシックスショット落ちからのスタートとなった安藤。もう絶対に決勝進出したいですし、絶対に優勝したいなと今日思ってあの来たので、その思いを遂げるべく迎えた1回戦は一人ノーミスの落ち着いた試合運びで準決勝進出。第一関門は突破、目標の最終ステージまであと一歩。準決勝必ず勝って今日は優勝します。 P リーグ第9シーズン第2戦、今週は準決勝第2試合を矢野金太プロとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは前回放送の準決勝の第1試合、はい、戦いを振り返ってどんな印象でしたか。そうですね、やっぱりねワイルドカードが215だったっていうのが僕の中では一つ面白いなという、はい、まあ、今日の戦いにもね、その辺が影響出るかなというところで、まあ3選手ともね前回ノーミスでね締まった試合をしたのでね、はい、今日もそういう試合を期待しています。姫路うらら1投目です。1回戦236というスコアで勝ち上がってきました。カウントラインです。安藤瞳は207というスコア、そして鶴井アナミが254というスコアで1回戦を突破してきているこの3人です。開会、どうだ、綺麗な弧を描いたんですがここも10番ピンに及びません。正面から回ってきました。安藤
ランピをマークしました。まあ、前回の準決勝第1試合を振り返るとやはり小池咲のザ安定感強さっていうのは非常に光りましたね。そうですね、安定してましたし上手かったですね。さあ3番手は鶴井荒美です。サウスポー上に今度は7番ピンが残りました。練習ボールで姫路はもうねボールがバシッと決まっていて、はい、最後残り1分間ぐらいもう練習してなかったんですけれども、うん、安藤と鶴井はね最後の最後までどっちにしようかなっていうような感じでボール迷ってましたね。なるほど、はい、スペア用のボールです。姫路うらら9本スペアから来い。よーしゃストライク。姫路だけが練習ボールの10分間で現時点での川崎グランドボール37-38番レーンへの一番アジャストするボールをもうすでにピックスチョイスしているという矢野金太プロからの情報もありました。一方でこの安藤と鶴井がどうなんだろうという。さあよーしゃストライク。安藤もねポケットはつけてたんですけど、はい、なかなか10本倒れないということでこうどのボールをチョイスしようかなっていうような感じだったんですよね。なるほど。スリーアラミ左側のレーンです。どうだ。ちょっと扱い痛い痛い痛い。非常に難易度の高いピンが残ります。あえてこれ1回戦とボールを変えてますね、うん、彼女トライに行きます。あゲーム2です。ここからゲームは手に汗握る展開に。安藤、姫路、鶴井の対戦となった準決勝第2試合第3フレームの姫路はどうだ。ここでダブルを決め一歩リード。安藤、鶴井は共にスペアとしゲームはターキーを狙う姫路の第4フレーム。姫路どうだ。ちょっと厚めに入りました。9本です。ボール変えてきましたね、はい、彼女の場合まあ、女子プロの選手としてはまあ珍しく自分で全部ボールもドリルしていろいろ考えてねやってますからね、うん、その辺りも非常に面白いところですよね、はい、よーしストライク。まあ、前回失敗したことをそこを学習してそこを超えていくっていうのが安藤の日々のねルーティーンでもあるし目標でもあるしそこがきちんと今回この P リーグにおいては形になっています。正面からマッチしました。フェジーラ長谷川雅美が215というスコアで現在ワイルドカードをキープしています。決勝の舞台に進めるのかはたまたこの第2試合から2人が決勝の舞台に進むのか。よーしいいストライクが来ましたね。まさにクールビューティーなストライク。後半に期待ができるストライクでしたからね。姫路うらら折り返しの第5フレームです。どうだ。けけけわおこれはラッキー。あそこに入ってドンピシャで今日はなんか8番ピンタップとか ね多いですね。どうだ。かいかいどうだ。姫路8番ピンを回します。
鶴屋並どうだ、はい、あーここで来ないんだ。まあ、鶴井にしては結構大きな声でね今来ましたよね。そうですね、前半の段階で、うん、あの追いつきたかったというところなんでしょうね。この後も緊迫のゲームが続く。準決勝第2試合は5フレまで終え姫路がトップ、それをワンマーク差で安藤そして鶴井が追う展開で第6フレーム。姫路どうだ、ダメか、これは悩ましいですね、うん、そうですね、今のは自分の中でも納得のいく投球ができて、うんうんうん、来ると思ったら残ったで思わずどうしようって次、つぶやきましたよね、うん、まずはスペアをしっかり取ってどういう作戦を取るのかっていうところですね。この辺面白いですよね。安藤ひとみ、これまた違うボールかな。第6フレームです。まあそうですね、よしかいかい、よーしそして鶴井アナミ、先ほどはこちらのレーンでいいストライクを出しましたからね。出しましたね、はい、もう一つこのレーンからストライクストーリーを紡いでいきたいところ。さあどうだ、思いっきり投げた、どうだ、よーし、ストライク。これは後半に向けてこの中での争いも面白いし、ワイルドカード、最後ストライクを重ねてワイルドカードを超えるとかね、なんかそういうことも期待できそうな、あの非常に勝負としては面白そうな展開ですね。現在は長谷川雅美215というスコアでワイルドカードを保持しています。そこも当然圏内に入れながらスコアを上げていかなくてはいけません。姫路うらら、どうだ、倒せ、今薄めでこうピンアクションで倒れるようなストライクになるかなと思ったんですけれども、10番ピンが残ってしまいましたね。さあ安藤ひとみです。あ、ボール左側は、はい、あの右側で投げたボール使いますね、はい、どうだ、ちょっと熱いか、裏だ、裏だ、裏だ、これはラッキーでしたね。完全に失投したんですけれども、うまく10本倒れてくれて、しかもなおかつそれがダブル目というところでね、大きいですね、姫路にマーク数で並びました。取れて、あー、ない。さあ鶴井は先ほど7番ピンタップというところでね、ここでストライクを重ねられるかどうかというところ、大事な一投ですね。どうだ、持ってこい、うわ、来ないか、この角度で、何が違うんだろうと、微妙なオイルコンディションもあるんでしょう。この後ついに決勝進出のメンバーが決定。準決勝第2試合は7フレまで終え、姫路と安藤がトップ並走、それを2マーク差で鶴井が追う展開で終盤第8フレーム。さあどうだ、いけ、よーし、さすがですね、すごいですね、はい、うん、きちんとアジャストしてきましたね。ちょっと内側によって厚めを狙ったというような感じですね、はい、もしかしたら若干スピードを落とし気味にしているかもしれないですね。さあここでもう一つ持ってくると210台乗りますからね。どうだ、持ってくるか、はいはい、はいはい、よーし、
いやこうなるともう結果論ですが、あの7フレーム目のストライクは効いてきますね。これ大きいですよね。これは大きいストライクになったな。運というか神様を味方につけたね、ターキーですよね。さあ鶴やらみ持ってこい。こういう流れになるんだ。今はストライク欲しがった感じの厚め狙いという感じですよね。ここはもう一回ストライクが欲しかった鶴やらみ。日本をマークしていきました。ここで鶴井は215というスコアに届きませんね。そうですね、上全部ストライクを持ってきて204点ということですね。さあとなるとこれは、はい、姫路が210台に乗せるかどうかという大事な一投です。安藤か、まずは姫路。9フレ1投目どうだ。いけ、ピン同士が不運にもバッティングしましたね。まあ、これであのスペアを取った場合、姫路は10フレームパンチアウト全部ストライクで216ということで、長谷川を一品上回るというそういうスコアなんですよね。まあ、本人もそこはスコアマネジメントしてるはずです。安藤は逃げたいですね。ここはね、かいかい、ここは10番ピン残ります。さあここで姫路のテンフレは注目です。一方の安藤はどこまでスコアを伸ばすのか。まずは第9フレーム、この大事なスペア。あむむむむとっとっとっと、大事な一投にミスが出ました。さあ一度ウォールがガタに落ちて、それからバウンドして上がってきて10番ピンを払いましたけれど、これはスコア上はミスということです。はい、そうですね。大事なところでオープンフレーム、安藤ひとみ釣り、ちょっと薄めでした。カウント7です。これは矢野プロどうなりますか。ワイルドカード215、長谷川雅美現在安藤ひとみ9フレ終了時点で187、姫路がこれパンチアウトして216。そうですね、払っていきました。まあ、姫路と安藤のトップ争いという形になるんですが、2人ともパンチアウトするとワイルドカードのスコア215を超えることができます。はい、パンチアウトしない場合はもう2人のうちどちらかという形になりますね。さあさっきストライクを持ってきた方のレーンです。大事な大事なテンフレです。とくとご覧ください。姫路浦田テンフレ1投目、くわーバッティング残った。さあ長谷川雅美の215のワイルドカード、これはまず生きてくるという形になりますね。はい、ドラマはテンフレに待っていました。 P リーグ準決勝第2試合、安藤は是が非でもここはストライクを持ってこなくてはいけません。1位抜けなるかどうか。よーしストライク、キモキしたワイルドカードもなかったでしょうね。そうでしょうね。テンフレームのまさかでね、安藤がまさかの9フレーム見せてあれれって感じになりましたからね。テンフレ2投目、安藤ひとみ、よし安藤ひとみ、よしよし、そうですか、姫路よーし止めた。
いや何なんだろうという感じでしょうね今のでストライク ね、 これね、いやまさかまさかの姫路が準決勝敗退ということで、これ小池咲の2連覇かかっている決勝、小池と長谷川と安藤ですから ね、 ねこれは本当に面白い決勝の舞台ですよ。安藤ひとみ、はい、最後は9本216フィニッシュ。鶴井穴美、テンフレ1投目、しかし今日は本当になんかあの1本残ります ね、 ね、まあ、1本これだけ残る中、結果論ですが安藤ひとみの第7フレームのストライクは値千金以上のストライクでしたね。ここはきちんとマークしました。釣り上がり、すごいこれ楽しみな決勝になりましたね。決勝は小池さん、安藤ひとみ、長谷川雅美の3選手です。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤が決勝進出を決め、スコア215の長谷川がワイルドカードを獲得した。そして安藤、姫路が揃って上位に浮上。決勝進出を決めた安藤は今大会どこまでポイントを伸ばせるか。わからないまま終わってしまいました。次はしっかりレーンコンディションを克服してしっかり投げたいと思います。215以上出すにはポケットついていたので、なんとかラッキーでも来ないかなというふうにちょっと弱気なアジャストでしたね。絶対に優勝を応援してくれてる皆さんに持ち帰りたい気持ちでもう溢れてるので、今日こそ必ず優勝して帰ります。 P リーグの魅力と疑問を徹底調査、 P リーグサポーター中島咲のちょっとリアル。今回のテーマは最近ハマっているものです。話してくれるのは酒井美香プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。抜群のスタイルと爆発力が魅力の酒井プロ、最近ハマっているものはありますか？そうです、ものっていうか部屋の模様替えをよくします。お、模様替え、はい、カーテンの色とか布団の色を変えます。それはまたなんで？落ち着く雰囲気を求めてて、うん、なかなかしっくりくるのがまだなくて、いろいろ色を変えてますね。結構部屋の位置とかも変えたり、うん、タンスとかベッドとかも変えたりして、今その場所は落ち着く場所はちょっと決まったから、うん、はい、あとはカラーを。頻度はどれぐらいで変えられるんですか？多分 2,3 ヶ月に1回とか。めちゃくちゃ大変。飽き性なんですよ、いろんなことに対して。その模様替え、うん、することでなんかボーリングへの影響とかあったんですか？落ち着く場所を作りたくて、うん、自分の部屋を落ち着くようにしたいなと思って。もうお家に帰ったらもう癒される空間、はい、そうです。外出たら仕事頑張るぞっていう、はい、そんな感じですね。部屋の模様替えは私にとっての精神安定剤です。過酷な戦いが続いた P リーグシリーズ2023第2戦、ついに迎えた決勝戦は勢いに乗る若手3人が集結。 P リーグ参戦2大会目で決勝に進んできた期待の新星、三浦美里。チャンスをものにできるように最後の一投まで精一杯投げたいと思います。公式戦 B リーグともに活躍する実力派がおよそ1年ぶりの決勝進出、寺下知花。1年ぶり、楽しみですというか楽しみます。2022年の公式戦ランキングは3位、 B リーグ初優勝を狙うトッププロ、久保田彩香。私の風を吹かしたいと思います。頑張ります。若手3人が繰り広げる熱戦は決勝にふさわしい好ゲーム。その頂点に立つのは果たして誰なのか。1年間5大会を1シリーズとし、そのシリーズの成績上位3人でシリーズチャンピオン決定戦を行い、
年間チャンピオンが決まります。シリーズの出場選手は総勢24人、その中から上位3人を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。シリーズチャンピオンに贈られるのは賞金300万円。現在ランキングトップは15ポイントの名は、第2戦終了時にはどう変動しているのか。各大会は18人のトーナメント戦、1回戦は6試合を戦い、第3試合は寺下がおよそ1年ぶりの決勝進出。そして久保田、三浦、寺下による決勝戦が今始まる。ただいまより B リーグシリーズ2023第2戦決勝戦スタートです。シリーズ第2戦は決勝を迎えました。今回の戦いでは1回戦で大島が300点が出るかどうかというプレーがあり、この決勝になんとワイルドカードから2人上がってきましたよね、はい、なかなか激戦を勝ち抜いて、しかも点数も高いというところで見どころ満載です。そうですね。さあこちらが三浦美里、準決勝では232を打ちました。得意、そしてこちら久保田はどうか。フィニッシュ決まった。取ったストライク。ナイスボールですね。はい、さあ、おはい、さあ寺下着実に上がってきました。準決勝255、あーまだ続いている。さあいかがですか、この数多く優勝を果たしている寺下、はい、まだ優勝がない久保田、はい、それからルーキー三浦、はい、三浦はやっぱりまだちょっと緊張感に包まれてますので、早くそうですか、緊張感を解いてほしいですね。そうですね。久保田はもうやる気満々で、もう目が輝いてました。寺下は冷静沈着に行こうというところでしょうかね。さあこちらに移って、はい、取りました、ストライク。いいですね、はい、ほっと一安心でしょうね。さあ久保田は、おーやー、いいスタートだ。ボールの回転もいいですね。あ、そうですか、はい、あ、さあこれで2つきました。ただこの前半走っても寺下相手ということはもう全く気は抜けませんね。そうですね。入った、2人ともダブルできました。寺下はナイスですね。両方左のレーンと右のレーンとそれぞれのボールで違いを分けた形で攻めてますね。あ、違うんですか、はいはい、ボール違うんですよ。2種類で頑張ってます。お、はい、さあそこに割り込んで三浦が、わーっと、先ほどの1フレーム目の時が18番レーン、はい、このレーンで厚めに行ったので今度は薄めに行っちゃいましたね、はい、はい、3度目の正直の第5フレーム目はどういう風に調整してくるか見ものです。なるほど。さあ久保田は2つ来て3つ目、さあ繋げるか、うわー、この投球を見て寺下はちょっとやばいぞという心根が生まれてるんじゃないですかね。なるほど。久保田の投球がラッキーとかなんとかではなくて完璧と相当いいですよ。でしょうね。はい、さあ2本残ってます。はい。しかしこの三浦がですね、落ち着いたプレーで新メンバーですが、いやースコアもよく出しているんですよ。はい、ところが課題としては、はいはい、
9フレとか10フレでボンミスをするので、なるほど、上がりの仕方が問題ですね。そこもしっかり皆さん見ててくださいね。なるほど、そうですね。さて続けてきました、寺下は3つ目。久保田、そして寺下、完璧なストライクが続いている。ここからゲームはさらに激しさを増す。久保田、三浦、寺下の対戦となった決勝戦は、久保田と寺下がターキースタートの好調な滑り出し。ゲームは第4フレームへ。三浦美里、はい、来ました来ました。右が18番レーンですね。あ、そうです ね、左の17番は攻略できてます。はい、今のところうまく攻略してますよ ね、 そうですよね。3選手とも、はい、さあ久保田、もう少しギア上げたい。4つ目は、あ、いけ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 、うんうん、ちょっと薄かった。うわ、ストップしてしまった、ストライク。さあこうなるとスタートから3つ来て、久保田の方は途切れた、寺下は咲いた。うわ、これもう全く完璧なストライク、ピンの弾けがもう一瞬ですもんね。気持ちいいです ね、 ね、うわ強い、4つ来ました。2本残しました。はい、さあ三浦が、あー取った、見事に攻略しましたよ。18番で3度目の正直、はい、いいですよ。取りました。さあストライクを、ストライクを、いた、いや2人の今日のストライクは完璧ですね。気持ちいいですね。ザ・ストライクって感じですよね。そうですよね、はい、はい、さあそれに三浦もついてきて、今ダブルが来ています、はいはい、ただ1人照らした、4つつながって、この寺下が、あ、ちょっと右出ましたね、あ今ね、あら、綺麗に綺麗に、はい、あとです、はい、カバーしました。この後ゲームは大混戦。決勝戦は5フレまで終え寺下がトップ、それをおよそ10ピン差で久保田、さらに三浦が追う展開で、ゲームは第6フレーム。三浦美里、これから、これから、いた、はい、最高、こっちは完璧ですね。17番左側で、いや本当ですね、いいですよ、来ましたよ。いやこれで久保田にまず追いつきました。そうですね、2位に追いついてきました。そうなんですよ、ね、もちろん久保田もう1回くれば、はい、今度久保田が照らしたの追いついてきますからね。ですね、はい、うわこれはいいプレーが続きます。5フレで取り返して6フレ、ああうわ投資、気持ちリリース甘かった、薄めにいったのがピン絡まなかったのが1本残りました。チャンス照らしたもらってます。そうですね、そうですね、もう一回ストライクで逃げ切り体制の基盤を作りたいですね、はい、ここでここで薄っ、あっと当たらなかった、惜しいですね、もうちょいでした。これで三浦にもチャンス出てきましたよ。そうなんです、次の一投大きいですよ、三浦の投は、はい、ボタン7番、お、はいはい、はい、
さあこれは右に10番、はい、さあしたがってノーミスで6フレまで終わりまして、まさにワンマークワンマークという、ただ三浦がここで来ますと、まあ、それストライクと想定すれば5フレーム120点になりますので、寺下の差が5点差、ね、久保田が3位になってさらに2点差上回っているのが三浦という状況になりますけどね、果たしてどうなりますか。さあどうだ、ほい、倒れない、倒れない、うわあれだけずれても倒れない、これは後からキーポイントになるような展開な感じですけどね。なるほど、寺下に追いつくところだったですね。あれが倒れるのと倒れじゃない、違いが全然違いますからね。さあ久保田は、うわーこっちは完全タップ、うわー7ピン差まで来ていた寺下との差がここで取れないと、三浦も久保田ももうなんでって感じですよね。本当ですね、本当ですね、はい、はい、久保田はどうか、これを取って寺下は気持ち入れ替えてるでしょうね。時間を少しもらえましたので、久保田も三浦も2回ずつ投げてましたので、なるほどなるほど、はい、リフレッシュしてると思いますよ、はい、寺と、あれあれあれ、少しみんな止まりましたね、ましたね、はい、さあしたがって7フレはそれぞれがスペアです。さあこれで三浦100、
139、久保田137、寺下144。うわー、ぴったりついてますよ。その差、5ピン差、7ピン差ですよね。1位から3位の中で7ピン差の中にいますよ。取った取った、そうですそうです、はい、おや来ました、まず来た。この左が17番レーンの方が三浦は全部2フレ4フレ6フレ8レーフと全部全部ストライクです。取ってる起点ね、はい、ね、完璧です。さあ、なんとか優勝が欲しい久保田、ついていけるか。この久保田の場合は2位というのが決勝まで行って2回もあるんですが、まだ優勝がありません。さあ、照らした7回目の優勝なるか。欲しいでしょうね、ストライク。ですね、ですね。うわー、素晴らしい。激戦を制し優勝の栄冠をつかむのは誰なのか。この後クライマックス。決勝戦は8フレまで終え、依然寺下がトップ。それを5ピン差で三浦、7ピン差で久保田が追うデッドヒート。ゲームは終盤第9フレーム。第9フレーム、三浦にとっては課題のところです。そうですね、おっしゃった通り。さあどうだ、頑張れ。まあ板が入っていかない。うわー、これなんですね。うわ、はい、よく出ますね。これが準決勝の時も9フレーム6本カウントなんですよ。なるほど。いや、痛い痛い。三浦取れませんでした。あーと、リリースは自分の思った通りまではいってないですね。いってないですか、はい、あらあらあら。もう望みをつないでなんとかポケットいってるので、はい、なんとか取れない、倒れてくんないっていう気持ちの今、そういう意味の声だったんですかね。あ、そうですか。さあ、難しいですよ。2、4、5、後ろに回ります、はい、8番三浦美里取った。いや、完璧に取りました。さあ、久保田はまずこの10番ピンを、はい、さあ、注目の照らした、これから投げる18番レーン、はい、10ピンタップでしたよね。7フレーム目が全品タップでしたので、どう調整して連続ストライクに持ってくるのか。なるほど。すごい、ここでここで来ました。うわ、さすがです。すごい。うわ、持ってきた。15ピン差に差を広げてきましたね、ですね、2位との差。したがって三浦も久保田もここはパンチアウトしかありません。もうそれでプレッシャーかけるしかないです、手の下に。ですね、頑張れ。上がりの10フレーム目。この放送前半におっしゃった上がりができないんですよ。これですか、はい、なんとか克服してもらいたい。さあ、久保田はどうか。いけいけいけ、はい、さあ、きれいなストライクを持ってきまして、久保田がこれでパンチアウトをしますと227、はい、までは持っていきます、はい、その前に三浦が、はい、ビッグファイブという表現をいたしますけども、はい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 、はこれ狙ってほしいですね。もう、もうそうですね。もうそうです。3本の方いきます。はい、さあ、そして残りの2本も倒せ、いけ、いけ。そうだ。いけ、投資。
結局202ピンで残念ながら優勝は取れません。三浦美里、さあさあ、さてとりあえずパンチアウトしておくと、あっとちょっと投げミス、あ逆にいった、今のは一番大事なとこで一番やっちゃいけないことやってしまいましたね。ですね、これで217止まりですね。7止まりでしょう。まあよっぽどのミスで一投目テンフレで何かがあればということですが、ビッグ4とかビッグ5とセットのような出ない限りは大丈夫ですよ。そうですね、そうなんですよね。それは出ないと思うんですけどね、はい、ただ嫌な17番でなので、はい、ちょっとだけは心配しておきます。照らした、決めれば優勝へのボール、いいボール、ああなるほど、とりあえずこれで9コンを取りましたので、はい、ウィーニングショットになりますね。そうですね、はい、はい、現段階で221点あります。はいはい、はい、久保田も届きませんでした。これで217ピン、またのお預けですね、久保田はですね。さあ、寺下のこの9本をまずはカバー、あーと、で次は優勝の味をかみしめる最後の1本になりますね。本当ですね。この寺下は73戦、75戦、78戦、この頃は非常に強かった。80戦も勝って、90戦も勝って、先日94戦も勝ってという6勝、そして今優勝への一投です。見事に232ピン、7回目の優勝を果たしました寺下千佳。素晴らしい試合を見せてくれました。本当に選手たちにありがたいと思いますし、それぞれのモチベーションでまた頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、1年半ぶり7回目の優勝、寺下千佳プロです。おめでとうございます。嬉しいです。はい、調子が良くなかった時期もあったので、その時期を乗り越えてこの結果が出たのは本当に良かったと思います。そういう苦しい時期を乗り越えて今からいい時期になれるように努力を続けていきたいと思います。見事7回目の優勝を果たした寺下プロには優勝賞金30万円が贈られた。第2戦を終えて寺下がポイントを15に伸ばしランキングトップに浮上。同ポイントながら総得点差で2位が名和、3位大石となった。 P リーガーたちのさまざまな魅力を徹底リサーチ。上国領萌えの P リーガーファイル、今回のテーマは私の癒しです。話してくれるのは川崎ゆいプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公式戦 B リーグともに活躍する若手川崎プロ。川崎さんにとっての癒しは何ですか？はい、私はコスメショップに行くことが癒しです。おー、これを使ったらどんな雰囲気になれるんだろうとか、いろいろ想像しながらコスメショップを見るのが私にとってはすごく癒しですね。それはいつからですか？高校生まで剣道をずっとやっていたので、化粧とかに無縁だったんですけれども、 P リーグを見てからすごいみんながキラキラしてて可愛くて、そういう風になれたらいいなと思ってコスメにすごく興味を持ちました。すごいラメがキラキラしてて可愛いです。ありがとうございます。ちなみにそのコスメはボーリングに影響ありますか？はい、もちろんあります。やっぱりメイクをすると気分も上がるし、はい、気持ちも引き締まるし、なんといってもやっぱ自信が持てるので、やっぱりボウリングは自信がないと勝てないと思うので、そういう面ですごくボウリングに影響あります。川崎プロの癒しはコスメショップに行くことです。P
P-League DVD Vol.18 夢のドラフト会議2023。今年は歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD Vol.18 絶賛発売中。 P リーグプラス会員募集中。 P リーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作り消しゴムハンコなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは P リーグプラスで検索。その姫路に挑むのは共に2回目の優勝を狙う浅田里奈と岩見綾乃。この決勝で当たれるのはすごく嬉しいです。譲れない思いを胸に挑む姫路と若手2人の戦いは記憶に残る好ゲーム。結末は果たして。舞台は決勝戦。いよいよシリーズ第2戦決勝を迎えました。アイビーボール向こう島です。いやー、今回も決勝に来るまで盛り上がったゲーム。決勝がどんなゲームになるんでしょうか。岩見綾乃、浅田里奈、姫路うらら。さあまず岩見がいいスタートを切りました。いやーすか、ずっと上の立場でこうプレーしてるような感じがしますね。もう本当にね、1回戦準決勝とも、はい、おー、これも来た、ダブル、はい、次元の違うようなことは我慢しながらどこかでつなげなければいけません。さあ岩に1振り来て、いやー完璧。しかしまあこの岩見選手はデビューが遅かったんですが、いや見事なバックアップボールですよね。はい、もう個性豊かですよね。はい、しかもそのデビューの頃とは違ってもコースを浅田、岩見、姫路の対戦となった決勝戦。サンフレまで終えターキースタートの岩見がトップ。それをワンマーク差で姫路、さらに浅田が追う展開でゲームは第4フレーム。続いてます、続いてますが、あーっと、うおー、惜しい、ちょっと熱かったか。一つもストライクが2人でなかったんですよね。ほうほうほう。17レーンの方は2人ともねストライクが出てたんですけど、へー、18レーンがすごく苦労している。
右側で、はい、はあはあ、めっちゃ成功してる。まあ浅田もやっぱりね、うん、17連の方はいい感じでストライクが来てるんですけど、はい、まあ、18連がこういう雰囲気を少しでも若い人たち後進に道を譲りたいという姫路さん、岩見は、うんうん、あら、ああ言ったように見えましたが、はい、今本人の中でも狙ったラインよりも、うん、外に出てしまった、左側に出てね、まあ、納得の、さあこれ逆バックアップでこのコントロールも完璧になりましたもんね、はい、確率もね本当に上がってきましたね、がトップ、それをワンマーク差で岩見、さらに浅田が追う展開でゲームは第6フレーム、いい感じですね、あの10本倒すためにこうスピードを調整しながら、はい、おうほう上手に投げてますよ。ああそうですか、うん、この岩見はこうやって控えに戻ると一生懸命メモを一球ごとに取ってますが、言ってましたから本人の中では納得した投球だったのですね、はい、ここでストライクを持ってくると並ぶ大切なフレームですね。さあいけ、おー取った取った、いや本当ね柔らかく投げながらね10本倒すためにこうスピードコントロールしてますね。あ見事なストライクで、さあここで取れば一気にポイントが上がります。勝負にならないですね、そういう気持ちになるでしょう、思った通りに投げて、うん、天秤がね2回、ここでストライクを決めれば単独トップに立つ岩見の一投、お願い、うわー今のはラッキーでいいんだ、スピードがねちょうど今このレーンに合っているということですよね。そうですか、うん、しかもそれはたまたま合ってるんじゃなくて岩見が考えてちゃんと合わせてるというところが、ということはですね、はい、今のを見てもスピード落としてるんですか。はい落としてますね。あさあリードしている岩見が、あーと薄かったか、危ない危ない、今天秤倒れてよかったですね、はい、岩見が止まりましたが、でも現地、はい、これで、はい、今大会ね岩見プロ GBU100% 成功してますからね、しっかりここも本当ですね、もうこれも完璧ですもんね、はい、GBU も皆さんご存知でしょうが、岩見本人が言う逆バックアップGBU、 さあ姫路プロが優勝争い、急フレにただ持ってきた姫路、この状況だと岩見はやっぱりパンチアウトするしかないですよね、はい、さあ左で、あーっと薄い、うわー薄い、あー今のリリースがちょっと甘かったですね、甘かった、はい、うわー、これでですね姫路があと来ますと250台まで行きますから、はい、しかもねちょっとこの7本カウントという、うん、裏の方がちょっとつまずいて、このテンプレはこれを、あれ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 、もったいないです ね、 まだねポイントも大きいですからね、決勝戦は、そしてポイント争いもトップに立ちました ね、 これでね、そうですね、ありがとうございました。第2戦を終えてのポイントランキングは1位姫路、2位岩見、3位中野となった。今シリーズ残り3大会でどんなドラマが生まれるのか。
Bリーグシリーズ2022第4戦、決勝への切符はあと1枚。準決勝第3試合はパフォーマンス力あふれる人気の3選手が激突。スピードボーラー川崎優衣、マイペースボーラー尾上萌香、レーンのエンターテイナー岩見綾乃。絶対に負けられない戦いを制するのは誰だ。準決勝第2試合は森が2大会連続の決勝進出を決めた。続いて準決勝第3試合を戦うのはこの3選手。最近多いので、見極めが大事なのかなって思います。苦手意識を克服しておよそ1年ぶりの決勝へ。型破りなバックアッパー岩見綾乃。かわいい、かわいい、最高。岩見が大興奮しているのは対戦相手の川崎と尾上に対して。かわいいんで結構デレデレしちゃいそう。いやデレデレすると力が抜けていいことが多いので、デレデレ作戦で楽しむ感じで投げれたらいいなって思います。これまで尾上に対しては3敗、そして川崎に対しては勝ったことがないが、デレデレ作戦で勝利をつかみ取れるのか。川崎優衣、岩見綾乃、尾上萌香、3選手が準決勝第3試合ということになります。放送席には矢野金太プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回放送、前々回放送、まあこの準決勝の第1試合第2試合が白熱しましたから。いや面白い戦いでしたね。この第3試合もハイレベルな戦いを期待しましょう。岩見綾乃の1投目です。ストライク。岩見綾乃213というスコアで1回戦を突破してきました。そしてこの後に投げます川崎257。まあ、川崎はとにかく1回戦のことは全て忘れてこの準決勝に臨みますというふうに言っていました。1投目ちょっと厚めに入って天秤タップです。尾上萌香です。1投目どうだ。カウント8です。まあ矢野プロ、川崎優衣に代表されるように1回戦をニュートラルにして、はい、レーンコンディションも変わっている。まあでもポイントは10分間の練習ボールの時間はすごい重要なファクターを持っているというふうに彼女は特に言ってましたが。そうでしたね。あの練習ボールもすごく、まあ、ポケットはつけてるんですけれども、はい、10番ピンが飛んだり飛ばなかったりということで、うん、はい、そのあたりをこうどういうふうに克服するのかというところが見ものですね。尾上萌香2本をマークします。岩見だけがストライクで1フレを飾っています。岩見綾乃ピンにピンが届いたんですが、惜しかった。スライドしただけ。9本です。バックアッパーで軌道がほぼサウスポーのボーラーと同じ軌道なんで7番ピンが残る可能性は高いんですが、川崎優衣第2フレームです。どうだ。ストライク。まあ川崎優衣自身が戦う前に、私あのスピードは結構速いけど1回戦ではリリースにすごい気を使って普段よりもすごく柔らかくリリースしたの、はい、分かりましたって言われまして、いや全然僕は分かりませんっていうそういう回答をしたんですが、おっと、あちょっと今のはもったいないですね。1回戦もこういうイージーミスがありましたが、あれはスターティングフレームだったのでまだ傷は浅かったんですが、第2フレームにオープンフレーム岩見綾乃、尾上萌香です。第2フレーム、よっしゃストライク。準決勝最後の試合、決勝の舞台へ立つのは誰だ。川崎、尾上、岩見の対戦となった準決勝第3試合、2フレで岩見がまさかのオープン。ゲームは第3フレーム。
厚めに入った分7番ピンを飛ばしに行って厚めに行った時に残るストライクと紙一重の6番8番ですね。川崎優衣第3プレー、あーっと音はもう川崎らしい破裂音だったんですが天ピンが飛びません。さあこれはトライに行きたいところですね。2つのオープンフレームは避けたいところです。あーっと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 ノータッチです。んーちょっと岩見はここに来て失速状態ということになりますか。10番ピンをマークしました。準決勝の第3試合です。尾上萌香第3フレーム1投目ストライクからどうだ、つながるか、よし、それか、薄めに当てていったんでしょうか。ストライクピンアクションで持ってきました尾上ダブルです。そうですね、あのストライクを出すためにこうスピードを少し、抜いてよく転がしたりとかね、練習ボールからいろいろとこう細かい調整をしてましたね、うん、はい、ここでボールを変えましたね。先ほどの6番8番が残ったのを見てもう少し走るボールにしましたね。ストライク、こうやってボールを変えてストライクが来ると気持ちの切り替えという意味でもねいいですね。川崎優衣さあどうだ、あこれも角度的には素晴らしい角度だったんですが微妙に1番に寄りすぎたのかもしれませんが、ちょっとこの辺りの10番ピンの飛ばし方苦労しそうですね。どうだ尾上、よっしゃストライク、尾上プロはね若いんですけれどもこうなんていうのかな、マイペースでこう常に自分のペースでプレーできるので、うん、こうなると強いですよね。川崎優衣天ピンをマークします。伊蔵さん、はい、川崎優衣ですが試合前私のボーリングはハマるかハマらないかの差が激しいのでハマるときはいつか来ると思います、なので焦らないで気楽に投げますと話していました。岩見彩乃、あ右側もともとのボールで行くようですね。ストライク、
川崎由衣どうだ。おっとストライク、ギリギリですね、はい、ただ今の一投でどうでしょう、本人としては少し左側のレーン17番のヒントの一投になったんでしょうか。そうですね、10番ピンが2回残った後でのアジャストでしたから、うんうんうん、これも薄いが9本まで持ってきました。ここで止まったというのは川崎岩見にとってはほっとしたところじゃないでしょうかね。きちんと対角線上にマークしていきました。ここから流れに乗る選手は果たして。準決勝第3試合は5フレを終え尾上がトップ、それを川崎と岩見が追う展開で第6フレーム。岩見は2オープンしましたから、これでもう一つ持ってくるとその2オープンを消すという形になりますが、うわこれはかわいそうな9番ピンタップでしたね。川崎優衣どうだ、飛べストライク。これはもう川崎らしいストライクのピンアクションでしたね。岩見綾乃がスペアをマークしました、はい、尾上萌香です。おっとストライク、尾上萌香ストライクをまた引き寄せました、うん、第6フレームすごいですね。川崎プロが、ね、ダブルでプレッシャーをかけてきたんですけれども、うん、マイペースを貫く尾上萌香プロというところですね。そして自分との戦い、岩見綾乃第7フレーム1投目どうだ、ストライク。現在第7フレームに突入していますが、スコア順位に関して言うと、はい、まず尾上が第1位ですね、うん、5フレーム時点で119点です、はいはい、で川崎はこの投球で5フレームのスコアが決まるんですが、よっしゃストライク109ですね。これでね、今のストライクは値千金でしたね、はい、そうですね。尾上萌香ここでストライクを持ってくるとまた一歩リードできます。少し一番ピンに厚めに入りました、はい、これは終盤に向けて面白くなりました。そうですね、尾上萌香2本をマークします。さあ岩見、先ほどはストライクでした。重ねることができるかどうか、これ7番ピン残る。さあここで一気にトップを走る体勢を作るかどうか。川崎優衣これは10フレまでもつれそうな予感がしますね。これでロフフレでねスコアが確定したところで、尾上プロが139、川崎プロが138と1ピン差、岩見プロは、置いていかれて105ピンという形です ね。天ピンをマークしました。川崎が9本スペア、尾上萌香綺麗に出したぞ。よっしゃストライク。この後3人目の決勝進出者が決まる。準決勝第3試合は8フレを終え尾上と川崎が大接戦。ゲームは終盤第9フレーム。岩見綾乃岩見も本来はこの散発的にストライクが出るのじゃなくて、そうですね、継続的につなげていきたいんですが、非常にアンラッキーも挟まって、そうですね、ちょっとアンラッキーなゲーム展開になってますね。川崎
がっと今度はちょっと薄めに、あえて薄めに持っていったのか、天秤これも届かず。尾上萌香、どうだ、ここで天秤タップです。10番ピンが残りました。いやこれです、お互いスペアを取ったとしてピン差で10フレ勝負になりますね。第9フレーム2投目です。ここはきちんとマークしました。川崎は右側のレーンで10フレを投げます。はい、これも対角線上10番ピンをマークしました。さあ岩見はとりあえず全部ストライクを持ってきて205、そして2人のミスマッチということでね、うん、まだ岩見も可能性がないわけではないんですよね、はい、どうだ、あっと9本です。川崎の10フレ1投目先に投げます。その後で尾上萌香、今カウントが、2ピン負けていますから、うん、これは是が非でもストライクが欲しい、はい、そうですね、カウントダウンはしたくないところですね。見ましょう、どうだ、外から、恐ろしや恐ろしや、いやこのピンアクションは川崎だから成し得た、はいね、ピンアクションですよね。スピードがあるからこそ、もう神様のいたずらのようなピンアクションでしたね。この一投が果たして自身に、そして尾上萌香にどういう影響を及ぼすのか。ここはきちんとマークしました。川崎の10フレ1投目、本人は微調整するんでしょうか、そのまんまそこを押し切るんでしょうか。そうですね、今のところ少し柔らかく投げるというところじゃないかなと思いますが、尾上にプレッシャーをかける意味でも大切な10フレ2投目、ほぼ同じ、先ほどと同じようなセブンテンが見えてのピンアクション、ストライク、あそこで持ってこれるっていうか、はい、あのピンアクションもう一回持ってこれるんですね。いやーすごいですね。ありがとうございました。最後は打ち込んでフィニッシュ。嫌味はやっぱり左側17番レーンで苦労してしまいましたね。さあ川崎、今の10フレームのダブルで尾上プロにねプレッシャーを与えることができました。尾上プロはダブルが絶対条件にこれでなりました。もう一回持ってきますか、あのラインで。同じだ、ストライク、ありがとうございます。いや強いな、最後のテンフレのこの3つはすごい。227フィニッシュ、はい、川崎優衣。さあ尾上プロのメンタルが試されます。こちらね17番レーンは尾上全部ストライク持ってきて分かってる方のレーンなんですよね、ちゃんとね。注目しましょう、テンフレ1投目綺麗な感じだ、これは3つ持ってくればピン差で尾上。そうですね、この辺が尾上プロのやっぱ強さというか良さですよね。これあと2つ持ってこなくてはいけません、うん、ほぼ同じ、まあ、厳密に言うと3つじゃなくて最後9本でいいってことですね、はい、そうです、はい、2つ持ってきました。ただ油断してね7本カウントとかやってしまうと川崎が勝ち上がり、8本カウントでワンショットプレーオフです。9本以上だと尾上が勝ち上がりとなります。大事な1投です。どうだ、ちょっと同じ、あ9本、あすごい、最後ちょっと危なかったですけれども、危なかったです、はい、228準決勝第3試合、尾上萌香決勝進出です。ありがとうございます。
全フレ勝負を制した尾上がおよそ1年ぶりに準決勝突破。決勝は安藤、森、尾上の3選手による戦いとなった。この結果、尾上はポイントを5に伸ばし、決勝でのさらなる上積みを狙う。そして川崎は7ポイント、岩見は6ポイントで最終第5戦に臨む。でもやっぱ相性悪いままですね。苦手だったらね、何かが起こるかなと思ったけど、苦手に挟まれたらもうチーンでしたね。でも可愛かったですやられました。強かったです。の天フレに関しては、まあ自分の最後やりきれることをやりきった上でのマッチだったので、そこで尾上プロがこうストライクをダブル持ってこれるっていう強さがすごいかっこいいなと思いました。93戦ぶりぐらいの決勝なので、はい、頑張りますポイント的にもちょっと優勝しないと、あのお二人、あの余裕があるお二人なんですけど、私余裕がないので、ちょっとポイントも譲っていただきたいなということで頑張りたい。